はい、こんにちは、スプラーテのめちゃんとデラちゃんです。いや今日はスペシャルゲストが来てます。イエーイ。多分ね、知ってる人は知ってる、知ってる人は知ってる、うん、でも顔は知らないと思うそうだね、初登場。やばい、そう、やばいって。みんな誰だと思う？誰が沖縄のイオンモールの具志川店にわざわざもう超遠いところから来てくれたと思う？誰でしょう。当てたらね、当てたら何あげようかなあ、じゃあ琥珀くんが持ってるじゃあドラゴンボールのブロリーのプレゼントしてダメだよねダメだってはい、ということで、じゃあ当たったらなんかあげる？あげないオーケー、はい、アイカさん。アイカです。アイカさん、アイカさん、めっちゃ美人さん。めっちゃ美人、若い。恥ずかしい。恥ずかしい。アイカさん来てくれてありがとうございます。じゃあね、せっかくね、もう初めてリスナーさんがわざわざ会いに来てくれたから、じゃあなんかね、プレゼントしたいと思います。何がいい？何プレゼントしてほしい？何欲しい？動物何が好き？忘れた。ヘビだ。ヘビ？あ、ヘビ。ヘビの肩が見ないから、竜にさせて竜。ヘビに、あれだよね、ちょっと牙生やして、手生やせばいいんだよね。線路。じゃ竜、緑の竜。やっちゃうか。オッケー。それはもう琥珀くんがどうしてもね、龍がいいんだって。それは言ってないけど。言ってない？龍が譲りながら。オッケー。はい。リオンさん、これ何ですか？嬉しいね、ですよね。ほら、赤だと思った。ヘビ好きなの？ヘビが好きなの？誰か知らない人が来たら、知らないってさ、何も言わないで来たら怖いよね。怖いよね。なんか普通に接客しててさ、実は愛花ですとかで。うちら友達少ないからね。そうだね。知り合いなんか黒いじゃないもんね。それはしない。いない。生えたヘビ。捨て
ってる？超金持ちになってね、梅ちゃんと組んだよね。それはすごい。まあこれで、ね、どう、小学くんどう、すごいね、かっこいい、かっこいい、すごい。どうでしたか、初スプレーアート。うん、すごいすごいYouTube で見るとあんまり全然違う。あ、生と全然違う。ちょっと今からね、またパフォーマンス始めるからね。本当にパフォーマンスっぽい。今ゆっくりね、描いたからね、ちょっとパフォーマンスっぽいやつ人集めながらね、うん、やっていきたいと思います。OK、はい、はい、皆さんありがとうございます。まだまだはい、ということで、あ、この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントもよろしくお願いします。アディオス、アミゴー、アミゴー、バイバイ、バイバイ。